こんにちは、安藤ひかるです。今日もですね、またこう練習をねやっていきたいと思うんですけども、まあね、時間がね、もう大丈夫なので、時間的にももう練習してね、問題ない時間なので、ではやっていきたいと思います。今日はですね、何をやりますか。まあ、今日はそんなね、多分長くならないと思うんですけどね。むしろちょっと研究の方はね、早めに切り上げてね、この後まあ練習して掃除していろいろね、他のことをやったりとか、あるいは研究のねデータをまとめるってことをねしないと、その発声のね、私のメソッドは作れないので、そういうことをね、に今日はね時間をね使いたいと思いますけども、今日はですね、まあ先日惑星のことをね研究したんですけども、今日はですね、その惑星には、まあその人間の体っていうのはチャクラっていうのがあるんですね。チャクラっていう、その力がたまるポイントっていうのが、エネルギーがたまるポイントっていうのがあるんですけどもね、人間の体にはチャクラというエネルギー体というか、なんかこう、力が出るところがあるんです。そういうポイントがあるんですけども、これが惑星にも同じことが適用できるんだね、っていうことがありまして、ちょっとそれをね今日は、やりたいと思います。で、今日もね水持って、まだ私今日発声練習してないのでね、あ、こっち行くと楽器抜かっちゃうね。ね、今日も水ですよ。普通に私の生きている姿ですね。では、まずは水星。水星はもういいですね。第三の目、ここですね。ケベケベラコザナユルナテソレナリアセレナドプナテンペスタペラリアフレシカパレチェナフェスタケベラコザナユルナテソレマラトソレキュペルイネオソレミオサンフロンテアテオソレオソレミオサンフロンテアテサイプロンテーテーね、まあ、こういう声が今水星の声なんですけども、水星は第三のこう第六チャクラのところにですね、眉間のところで歌います。これを通ると水星で歌います、ね、水星につながるで、それで女性だと思うんだ、この鼻のこのここですね、女性の声だと、男性の彗星はここ、女性の彗星はここですね、鼻のこの、こうやってあって一番上のところあたりですね。エペラコザ、いや男性も同じかな、女性と。ケペラコザザ、でもこう水星だと引きつける感じがあるので、ケケ、そうですね、この辺になる、この辺になると太陽の声ですね、もうね、ケで、ここまで下ろしてくると男性の場合は水星ですね。ケって感じですね。ね、ミックスボイスですね、これはね。
で次は火星ですね。スタンプロンテアテースタンプロンテアテーここですね。この鼻の上というよりはこの鼻のこの真ん中のところ、この骨のこの鼻のこう西洋人とかあとはこうポコッと出るところのこのここですね。ここが、火星ですね。ここにエネルギーを感じるところですね。で次、地球。おお、地球は口ですね。口腔って形ですね。口でちょっとこう煽ってやってやる感じですね。おースタイフランテアテー、この辺だとね少しカンツォネっぽい音が出ますけどね。で、じゃあ女性の場合はどうなんだろうね。はぁ、じゃあ女性の地球。女性は火星やってないか。カーラビオメーカ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 ーハッハッハッ。女性の太陽はどこなんだろう。女性の太陽だとこの辺ですね。女性の太陽だとこの辺ですね。この辺ですね。第三の目よりちょっと上ぐらいですね。女性の、じゃあ、女性の、地球、火星か。おこれはヴィーナスですね。こう女性のヴィーナス、金星は口ですね。口。だから男性の火星と同じですね。女性の金星は口。おー口のね、口腔蓋ですね。口腔蓋。口がこうあって、この硬いとこ、こうあってなってるところの硬いところですね。これ柔らかいところ軟口蓋って言うんですけど、硬いところ口腔蓋って言うんですけど、ここですね、女性の。火星はですね。じゃあ女性の地球。おの地球は、口の下ですね。顎あたりですかね。下ですね。下。女性の地球は下。ベロですね。ベーっとこの下ですね。で、男性のじゃあ火星。男性の火星ですね。喉。男性の火星は喉。で、この女性の火星いきますね。おーあーあーおーおーおーあーあーおーおー女性の火星はですね、ここですね。喉のちょっと上のこの顎のこの辺りですね。このプニプニしているところ、
私ね、二重アゴなんでプリプリしてますが、ここですね、女性の、火星ですね。はい、では今度は男性の木星。あー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 、男性の木星はハートですね。ちょうどこの心臓のところだから、主の声っていうのはなんとなく意味が分かる気がしますね、これね。はい、あー、じゃあ今度女性の木星。うー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 あーあー、女性の木星は喉ですね。喉、まあここまで詳しく言っても、まあこれこの動画では伝わらないですけどね、喉のね中ですね、喉の中、だから男性の火星っていうと、ああ割と外側なんです、外側、喉のこと外側なんですよね、外部。でも女性は中側ですね、喉の中で歌う感じですね。じゃあ次、男性の、土星。あー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 あああと、第2ボタン、第3ボタン、第4ボタンのこの第1,2,3,4,5と4の間ぐらいですね。じゃあ次は、女性の木星、あ、木星やったのか、女性の、土星。あじゃない女性の木星はですね、胃ですね、胃の中で歌う感じ。おはい、じゃ次はですね、女性、男性の、天王星。ですね、腸のがたいですね、腸っていうかベルトよりちょっと上、ベルトよりも10センチぐらい、だからおへそのより 2,3 センチ上のところですね。これが男性の、天王星ですね。じゃあ次、女性の、天王星。女性の天王星は子宮ですね。子宮、私はないんですけども、ちょうどそこはないのでそこに響かないんですけども、そんな感じですね。この、まあ、本当は子宮って言うとこの辺ですけどね、子宮よりちょっと上のあたりですね。で次、男性の海王星ですね。これが一番重いやつですね。ああああああ、これが丹田。
男性の、木星は丹田です。丹田とかですね、木星じゃない、男性の海洋星一番低いのは丹田です、はい、で次女性の、海洋星、女性の海洋性はこういう感じですね。だからこれが子宮なのかもしれないですね。その、うん、これが子宮ですね。女性の、あの女性はねこういう感じでした、ね。今ねこういう感じ。男性の海洋性は、海洋性はこういう感じ、こういう感じですね。ああ、でも 女性の海洋性はあーあー、こういうかける感じですね。だからちょうど丹田なんですけども、こうではなくて、こういう感じですね。じゃあ今日はこの辺で動画ね、終わりたいと思います。これね、自分でまた見て、データまとめて、これからね、発声の方のチャンネルもね、やっていきたいと思います。チャンネルというか、やっていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあこれからね、また練習します。練習というかね、勉強とか掃除とかいろいろやります。